たのりだけど、だから鳥居と言いますって言って全然おかしくないこと言って全然笑えないです、まあ、だからアディタス。なんか鳥居くんいろんなこと知ってるよね、本当に。じゃあ知ってる風が5年多分なんか勉強ができる研究熱心なんだね。エサとかそういうのをゴミ袋に入れたらさ、13袋にもなっちゃって。えっ、いっぺんに出せんねん。次の日に上げて、次の日に筋肉痛になって。なんだろうね。一人でやったの？ペットも